皆さんお疲れ様でございます。本日は令和2年9月定例会府議予定議案についてご説明をさせていただきたいと思います。今回9月の定例会でありますが、24日に召集をさせていただくことといたしました。この木曜日から始まる定例会におきます提案議案は10件となります。内訳でありますけれども、令和2年度埼玉県一般会計補正予算第7号の予算1件、そして知事等の給与の特例に関する条例などの条例5件、財産の取得が1件、訴えの提起が1件、事件議決が2件となっております。他に報告事項といたしまして、専決処分の報告1件、行政報告書1件、継続費精算報告3件、公社等の経営状況報告5件など計16件、議案と合わせて計26件となっています。今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として医療提供体制の整備に要する経費や、あるいは県内経済活動の回復に向けた支援や公共事業の追加など、当面緊急に対応するべき事項について編成をいたしました。予算規模ですが、877億4997万1000円となっています。主なものでありますけれども、感染拡大期に対応した医療提供体制の整備として、入院医療機関の体制強化への助成、あるいは専用医療施設の整備への助成など690億9323万3000円、さらに県内経済活動の回復と新しい生活様式への対応として、観光応援キャンペーンなどによる観光関連事業者への支援、あるいは中小企業のオンラインでの販路開拓に向けた支援など、6億89万3000円を計上いたしました。その他、専用医療施設の整備に対する助成などに債務負担行為を設定をしています。また公共事業の適正な工期を確保するため、早期の繰越免許費を設定をしています。感染拡大期に対応した医療提供体制の整備についてご説明をさせていただきます。新たな病床確保計画におけるフェーズ4、いわゆるピーク時の必要病床1400床への備えとして、入院医療機関の体制強化への助成を引き続き行うことに加え、新たな新型コロナウイルス感染症専用医療病床の整備を行います。具体的には、入院患者受け入れに対する協力金や病床確保のため生じる空床、休床への補償など、患者受け入れ体制の支援と、人工呼吸器やエクモなど、設備整備の支援の合わせて549億1050万3000円をお願いをし、拡大期に対応した医療提供体制の整備を進めてまいります。次に、新たな専用医療施設の整備であります。新たな病床確保計画におけるピーク時、いわゆるフェーズ4でありますけれども、その際の必要病床は先ほど申し上げたとおり1400床になりますが、現時点では1095床にとどまっており、残り305床をフェーズ4に入るまでに確保していく必要があると以前も申し上げておりました。この本事業により、新しい受け入れ病床を215床を整備をさせていただき、それに加えてフェーズ4では、県立病院におきまして、90床の受け入れ病床の上乗せを行うことによって、先ほど申し上げた残りの305床の整備とさせていただきたいと考えています。本事業の趣旨ですけれども、これまで病床の確保は、皆さんご存知のとおり、病院の中の一般病床を潰すなりなんなりして、新型コロナウイルス感染症用の
病床に転用してきました。一般病床からコロナ病床に転用してきました。ところが今後さらなる病床の確保に向けては、一般病床をこれ以上圧迫しないようにし、新型コロナウイルス感染症用の病床と一般医療の病床の両方をバランスよく保持する必要がある。それと同時に、そうは言っても混在させるのではなくて院内感染の防止を徹底する、こういった新しい考え方を導入しないと、これまでの手法では、もちろんこれまでの手法でも頑張りますけれども、それだけではなかなかうまくいかないということになります。そこでそのためには、既存の一般病床とは別にコロナ専用の病床を病院の外に整備をすることが有効だと考えています。そこで県といたしましては、病院が敷地内または隣接地あるいは駐車場などに仮設のコロナ専用医療施設を整備する場合には、既存病床と別枠で、既存病床とは別枠で新たな病床を配分をします。そしてそれと同時に、この施設整備を行うことに関する経費を補助するため、37億5400万円を、また令和3年度にも事業は継続していくだろうということを見据えて、4億4000万円の債務負担行為を設定することといたしました。専用医療病床は医療機関が主体となります。これに対して県が支援する、こういった形を想定をしています。医療機関としては、コロナ患者と一般の患者さんが分離をされることによって、感染リスクが低減をする。そして外来患者や手術件数の回復など、一般病床、この一般病床を潰していたものを外に出すことによって、一般病床の機能回復が見込まれるということになります。なお、病床の配分にあたっては、公平を期すために、広く県内の医療機関から病床整備計画を公募したいというふうに考えています。公募する病床数については、全く新しく確保する病床の分として215床、それに加えて、既存病床内の一般病床をコロナの受け入れ病床に転用して外に出す、こういった仮設の専用医療病床に移した上で、その分の一般病床を復元するという場合には、105床の配分を想定しており、今回は合計で320床の予定をしております。具体的な公募の方針につきましては、後日開催する埼玉県医療審議会の議論を経て決定をさせていただきたいと考えています。次のパネルお願いします。次に、とくとく埼玉観光応援キャンペーンについてご説明します。感染症の収束は残念ながらまだ見えていませんが、観光業は新型コロナウイルス感染症の影響によって大きなダメージを被っています。その中で私はこれまでも、観光に行くのであればなるべく近県、埼玉県民の皆様には県内でなるべくお楽しみをいただきたいとお願いをしてまいりました。そこで県内の観光関連事業者の皆様を支援するため、今回は県民向けの観光キャンペーンを実施します。まず GoTo トラベル事業に活用して県内に宿泊をした県民の皆様に対して10万人に物産事業者等で利用できる3000円分のクーポンを配布して経済効果の波及を図ります。また県内周遊を促進するために県民限定のデジタルスタンプラリーをスマホでやっていただいて、県内観光スポット3カ所以上を訪れた方、これは1回の旅行じゃなくても構いません。この中から抽選で300名の方に最高5万円相当の景品をプレゼントさせていただきます。さらに県内発着の周遊バスツアー造成を促進し、周遊のための移動手段である県内バス事業者、特に県内バス事業者は大きなコロナウイルス感染症の影響を受けています。この支援を行います。これらの実施期間でありますけれども、令和2年11月から来年2月までを予定しています。
これらの取り組みによって、いわゆる観光オフシーズンにおける観光需要を創出し、観光関連事業者の皆様を幅広く応援をしていきたいと思います。詳細につきましては、キャンペーン開始時に改めてお知らせをいたしますが、県民の皆様にはぜひお得なキャンペーンを利用していただき、県内の魅力を再発見していただきたいと思いますし、また先ほどのクーポンのような事業は、県内の観光事業者に対して支援を行うだけではなく、このクーポンが県内で使われることによって、経済の活性化にも貢献することを期待するものであります。以上で9月定例会等に関するご説明を終了させていただきます。では幹事社さん、よろしくお願いします。幹事社テレビ埼玉です。まず知事発表について、幹事社から質問させていただきます。最初にですね、専門医療施設の関係です。具体的な方針は後日医療審議会でというような説明ありましたが、公募は、いつからとか、そういったところは決まってるんでしょうか。公募 の、 あの時期はいつから始まるとかっていうのは、はい。まずこの最終的に公募の方針については、医療審議会で決定をさせていただきますけれども、これは可及的速やかに9月の第3週って言ったっけ、まだ決めてない、はい、すみません、医療審議会の方との調整もありますので、すみません、はい、ただ可能な限り早く、やらせていただきたいと思っています。あと今回ですね、予定議案の中で、知事が特にこう目玉というふうに考えて捉えているものはどれでしょうか。はい、今回の、議案に関しましては、大きく分けてですけれども、2つになります。1つは新型コロナウイルス感染症対策、特に政府の第二次補正の施策を受けてのもの、これが塊として1つ。その中でも今お話をさせていただいた専用病棟については、これまでの考え方を大きく変えるものでありますので、これが一つであります。それからもう一つの塊は、先ほどの経済もしくは観光、これを振興するための GoTo トラベル、これもいろんな議論はありましたけれども、県内で県民の方にお楽しみをいただくための仕組みとして、ただしそれを幅広く、つまり観光地におけるお泊まりになる方、あるいはそこで、埼玉県の場合日帰りも多いので日帰りになられる、そこで利用されるお店、さらには先ほど申し上げたバス事業者、こういった方々に広く裨益するような、そういったスキームを今回考えさせていただいたということであります。いずれにしても一番大きなポイントとしては、今回7次補正になります。で、規模も877億と、大きな補正にしてはとても大きなものでございますので、やはりそれだけ我々としては新型コロナウイルス感染症対策およびそれに影響を受けた経済等についてしっかりと前向き、しっかりと受け止めて、それを推進していく必要があるというふうに考えています。最後に条例案についてです。今回知事給与の削減の条例案が提出予定ですけれども、知事これまで会見でもですね、給与の削減について慎重な姿勢を見せられていたと思いますけれども、今回のタイミング、このタイミングに至った理由ですとか、その条例案込められたその意味というのをお聞かせいただければと思います。今回、条例を提出させていただいて、知事等の給与に関するその特例として減額をお願いをすることにいたしました。そのタイミングも含めての理由としては、一番最初はやはり県の経済が極めて厳しく、税収の落ち込みもあり、財政状況、これは新型コロナウイルス感染症対策も含めて、これは厳しいものがあるし、今後もしばらく厳しい状況が続くであろうということが一つ目であります。また2つ目には、県内の経済状況をやはり見ると、景気が急速に悪化しており、先行きも不透明な状況であり、我々としてもこのようなその民間あるいは埼玉県全体における状況をやはり受け止めなければいけないということ、そして3つ目でありますけれども、いくつかの経済的な指標が、これまで1月、2月にも肌感覚で分かってはいたものの、これが数字として、県内の経済状況に関する指標等がすでに出てきております。
また民間企業の給与などについても統計として現れてきています。これらを考えると一般職の県庁の職員の給与についても減額するという方向の人事委員会の勧告が出されることも考えられるところであります。また9月議会では予算執行の見直し等によって減額構成もお願いさせていただいていて、とにかくしっかりとした予算を確保するということをやらせていただいています。こういった中で厳しい財政状況の中でも引き続き新型コロナウイルス感染症対策に全面的に取り組んでいるという姿勢を示す必要があるために、一般職の方々に対する人事院勧告が出る前にはやはり特別職はきちんとした姿勢を示さなければいけない、このように考えたので、今回の9月定例会にはぜひこの議案を通させていただきたいということで提出をすることといたしました。幹事社から以上です。知事発表について各社さん質問お願いします。どうぞ。東京新聞の飯田です。仮設の医療専用医療施設の関係で、数点ちょっとお尋ねします。スタッフが足りないために病棟を閉めてコロナに対応する病院もある中で、その病床の問題もありますけれども、知事が以前もおっしゃってたように人の確保が最大の課題なのかなというふうに考えますが、その点今回の補正予算では県が支援するのはハード面ということ、整備費の補助ということですけれども、人的な支援、結局お医者さんや看護師さんを捻出してくれるのはその医療機関だと思うんですけれども、その人が足りない中でその病床を増やすだけでは機能しないのではないかなと思うんですけれども、そこに対する支援というのはどういうことをお考えでしょうか。はい、まず人そのものは簡単に増やすことはなかなか困難であります。お医者さんを一人作るのもやはり10年計画になるということはもうご存知の通りでありますので、順増でそこを賄うというのはもちろんゼロとは言いませんけれども、なかなか難しいと思います。他方でこれらの医者あるいはその医師だけではなくて検査などを含めるとさまざまな医療関係者が対応するわけですけれども、こういった方々に対する支援についてはこれまでもご存知の通りさまざまな支援を行ってまいりましたし、今回の予算の中にも1400床前提、そして3月までの前提を踏まえた上での予算というものを付けさせていただいています。またベッドやあるいはその PPE 等のそのさまざまな施設的な分野ですね、あるいはそのエクモ、こういったものについても今回手当をさせていただいています。そのような中でハード面の支援をしたわけですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、実は一般病床をコロナ専用病床にくっつけるというかその別出しするわけですけれども、そこでは実は2点人のやりくりの上でプラスの部分があります。一つは外にこのコロナ専用病床を出すと言いましたけれども、隣接地やあるいは駐車場のようなあるいは敷地内ということですので、すぐそばで手当てすることができる。つまり全く違う遠い場所にどこかの建物を使ってやるのではなくて、この一体としてこれを運用をすることが隔離した施設でできるということが一つのポイントであります。からもう一つは施設面の問題ですけれども、これまで一般病床を潰すときにはそれぞれの病床の中での動線の確保や感染防止の対応等によって病院によっては例えば一つの病棟の中の部屋数があるいはベッド数が100あるとしても50しか使えない、半分しか使えない、こういったその状況がまあ見られました。ところがそれを一般病棟を回復させてこちら側に専用を持つことによって、こちらがとこちらのそのバランスがうまく取れる、こういったことも行わせていただくということで、ご指摘のとおり人的な部分についての順増は難しいながらも、それを囲む環境については整備し、なおかつ運用がより容易で効率的になるような制度を考えたということで、一定程度の限界のある人数の中でより効率的な運用をできるようにしたというふうに考えると、ハード面ではありますけれども、単純にどこかに建物を建てるハードという意味だけではない、そのプラスアルファがあるというふうにお考えいただきたいと思います。
ました。ありがとうございます。はい、他にありましたか。どうぞ。朝日新聞の長谷川です。今の質問に関連して、知事としてはピーク時の1400床に対応できるだけの医師と看護師は現在確保できているというふうにお考えなんでしょうか。ピーク時は、実は当初のですね、国の説明は野戦病院的なという話がありました。そうなると当然その例えば感染症に若干遠いところにおられると言ってもいいんでしょうか。例えば外科医の方とかね、そういった方も含めてさまざまな対応を臨時的に行っていただくというのがピーク時だというふうに私どもは考えています。でいずれにいたしましてもピーク時の1400床については今までも申し上げてきたとおり単にベッドがあればいいだけではなくてそこに対してその対応できるお医者さんあるいは看護師さん医療関係者こういった方がおられることが前提というふうに考えておりますのでだからこそこういった効率的な運用をすることによって1400床を受け入れられる体制を作るというのは単にハードを作るだけではなく両方あるということが前提でありますので当然私どもとしては対応ができるだけの数の医療関係者はいるというふうに考えていますが先ほど申し上げたとおりピーク時は野戦病院的なところもあるので必ずしも専門医が専門のところというわけではなくないのかもしれません。どうぞ鷲田さん。今までのその専用医療施設の整備のことなんですが、神奈川県はもう湘南ヘルスイノベーションパーク180床、それが、運営する医療機関の方に5月から3月末まで53億円委託料を払っています。愛知県はこれは今度愛知病院をこう整備し今している最中ですがこの9月議会の方で人件費など26億円、予算計上いたしました。そのようなこう他県ではこう実際、まあ、運営しても赤字になるだろうという認識のもとそうやってこう委託費や人件費など予算措置してますけど埼玉県の方では運営費はないのでしょう補助等はないのでしょうか。今回のものについては一般病床の方についてもそれからその空床措置についてもこれつきますので全体としてのその運営を我々は支援をさせていただいているつもりでありますが以前から申し上げているとおり病院経営という名目そのものでは厚労省はこれをその支出できる気はないのでそこについては我々としては限りはありますけれども県単独でもこれまでやらせていただいてまいりました。また今の30万1000円を43万円に増加するという話もあるそうですけれども、これについては、今回の予算の中には入っていませんけれども、可及的速やかに国が措置した次第やらせていただきたいというふうに考えています。なお、ご指摘の、愛知県まだですけれども、神奈川のケースは一部オープンを先行させていますので、そういった意味でも、まだ全体ではないのかなというふうに思っていますけれども、我々としても適切なタイミングに、柔軟にこれが運用できるように解説をしていきたいと考えています。例えば神奈川県、湘南ヘルスイノベーションパーク以外にも北里大東病院で50床コロナ専用病院をやってもらったそうなんですが、神奈川県が言うには重点医療機関確保で協力いただいているご尽力に応えなければいけないと考え一部赤字保証を検討しているということですが埼玉県としてはそういう赤字保証の検討とかはあるんでしょうか。私どもは4月からかなコロナに関してその経営保障赤字保障という考え方はしていませんけれども、いわゆる経営支援ということで、1ベッドあたり20万円だったっけを、5月から、4月から、4月からだよね、4月からとかなり早い時期からすでにやらせていただいております。これは県単でやらせていただいていますので、おそらく多分神奈川よりも早く、そういったことをやらせていただいていると思います。20万円でも赤字になった場合の赤字保証とかそういうそのわざわざコロナ専用病院県からの依頼を受けてやってくれている病院に対してはプラスアルファの追加はないと考えているんでしょうか。コロナによって赤字になったかどうかをどうやって証明するのか私はよく分かりませんけれども
コロナ専用病院をこれまでもコロナ専用病棟はいくつもやっていただいているところがございますので、そういったところでコロナ専用病棟で運営をされておられるところで、我々としては病床やあるいは厚生労働省が言うには、例えば診療費、そして我々の県単独の補助、こういったものを組み合わせて支援をさせていただいています。今言ってるのは、今回の37億円の専用医療施設の整備をやってくれる医療機関に対して、その県単の1ベッド20万円以外とかでも赤字になった場合あるんでしょうかっていう質問なんですが、赤字になるか黒字になるかというものを、これをやったことによって行ったものというのは非常に難しいので、我々は診療費やあるいはベッドに対する保証や県単独の保証等で総合的に支援をさせていただいています。県としては赤字に、これをやったことで赤字にならない、現場の方から赤字にならないから大丈夫と現場が判断してそういう費用を上げてこないのでしょうか、それとも現場は上げてきたのにどこかでいや大丈夫と判断しているのでしょうか。すみません、黒字になるか赤字になるか、これによってなるかどうかという話だけではないと思いますので、現場 その医療の現場で その経営の問題だというふうに思いますので、ただこれで一般論として極めて厳しくなることは現実なので、したがって総合的に診療費やベッドに対する支援やあるいは県単独の支援で総合的に支援をさせていただいていますので、それでもしかすると他県よりも上回るかもしれないし、それはもしかすると他県より少ないかもしれないし、それは我々としては赤字の補助というそういう考え方ではなくて、コロナ受け入れに伴う支援として総合的にやらせていただいております。なんかもう他県コロナ専用病院、その他の他県や等も大阪もそうなんですけど、いろいろ取材してみましたが、大抵のところは赤字になるだろう、だから都立だったり、県立でやって赤字になった場合は当然こう設置者である県や都がその財政負担して赤字をかぶると、結構どこもそう言われてるんですけど、埼玉県だけちょっと赤字、大丈夫という判断なんでしょうか、医療機関。全くしません、話はかみ合ってないような気がしますけれども、県立、都立についてと同様に、われわれは県立病院の赤字部分については、県で補填をいたします。これは当然の話であります。これもすでに去年までもやってますし、今後もこの発想は変わりませんし、コロナがあろうがなかろうがやらせていただく、これはもう当然の話でありますので、そこは県立病院についてやらせていただきます。あとは今回のものについては、運営は医療機関が主体で県が支援する形でありますので、その赤字の部分が補填する部分であろうが、それ以上黒字になって儲けることになろうが、我々としては総合的な支援を行うということでありますので、赤字の支援という発想を持っていないだけであります。失礼、赤字の補填という発想を持ってない、なくて、赤字になることを想定して厚い支援を行うと、そういう発想であります。すみません、第1波の時600床をなんとか確保されたと思うんですが、この時の公的公立病院は600床中200、民間病院が400床、民間がとても頼りになって、民間の善意に頼って600床をなんとか確保できたのかなと、私は思ってるんですが、今回のこの予算、この債務負担行為が次年度だから、県単ではありますが、それ以外は全部国費だと思うんですが、国費10分の10で整備をして、それ以外はじゃあ赤字のリスクを民間に負ってくれというのでしょうか。県からは県は懐を痛めてないということにならないでしょうか。県は4月から単独の補助をずっと続けております。はい、他にございますか。どうぞ。朝日新聞の梅沢です。病床の確保に関することで、今回の専用医療施設も関連して質問したいと思います。先ほどまずお話しされていた県立病院から新たに90床のことをまずお聞きしたいんですが、はい、これはもうピーク時には確保できる病床として今日現在もうしっかり、確保できたっていう理解でいいんでしょうか。90床の方、重症の方です。90の方です、はい、ですね、今90までは行ってるんだよね。そっちはカバーできてますよね。ちょっと県立病院のです。失礼しました。県立病院については、すでに
病床の繰り出し方というんでしょうかについても合意をしていますけれども、フェーズ4になった段階でそれをしますので、今はいわゆるその即応病床として取って確保しているわけではありません。ただもうピーク、フェーズ4になった場合は、新たに、今回90床上乗せで用意してもらえるっていう確約が取れたっていう理解でいいのかどうかって、はい、そういう意味です。確保の定義ですけれども、ご存知の通り、その厚労省が言うようなお願いしてから1週間後というような意味での確保はされていますが、我々がこれまで埼玉県の場合には確保というのは即応病床のことを言ってきました。つまりすぐにでも入れる。しかしながらこれはフェーズ4の話なので、フェーズ4になってお願いしてから1週間後というところで確保ができたというふうにお考えいただきたいと思います。これはいつ確保できたんですか。これはいつ確保、確保要するに約束が取れたということですか。これはもう 2,3 週間前だったよね。には以前からもそれはお願いをして、どういう形で出せるかを考えてくれと。で、先ほどの質問でもありましたけど、公立病院がやはりしっかりと率先しないといかんということで、私の方から特にお願いをして 2,3 週間前に返事が来たということだと思います。それを今日正式に明らかにされたという、そういう理解で、全体として今申し上げたその新しい 病棟に関する考え方もできましたので、それと合わせて公表させていただいたということであります。今回専用医療施設の整備ということで37億5400万円予算に盛られていますが、先ほど公募の時期はまだこれから、医療審議会の方で、協議をして決まるというお話でしたが、最終的にはいつまでに今回の対象にしている320床を確保する予定なんでしょうか。先ほどお話をさせていただいた公募の時期はまだ、現時点では明らかにはできませんけれども、来年の、早い時期には失礼、今年の、末までには一部オープンをさせていただくようなタイミングで、できるのではないかというふうに我々は考えています。そうすると目標としている1400床、これが即応病床とは違うかもしれませんけれども、県として当てにできる病床として1400床を確保できる時期というのは結局いつになるという見通しなんですか。今のところの見込みでありますけれども、全てについての強要は、遅くとも令和2年度末までにはできると思いますけれども、ただ現時点で実は倍か倍かの時間がどんどん伸びていて、例の1400床を要求する時期というのもどんどん伸びて、今も11月の終わりぐらいになっているということになりますので、これまだまだ伸びている状況でありますので、現時点はどこをうまく何て言うんでしょう、整合性を取っていくかというのはちょっと現状の問題ところと両方見ていく必要があると思いますので、専門家の方のご意見も伺いながら、この令和2年度の末についてすべて揃うとしても、その前に何章をやるのかとか、そういった話は具体的にお伺いしたいと思っています。令和2年度の末までには目標としている1400は用意する予定だという、はい、目標だという、そういう意味ですね。あとですね、今まで医療機関に対して、病床確保できませんかということで、知事自身も直接、お願いをしたりしてきたということでしたけれども、病床確保についてはひとまず一旦これで、今回の専用医療施設を作るっていうこの事業をもって、今ある一般病院にこれ以上増床を依頼するとか、そういうようなことは一旦中止するっていう理解でいいんでしょうか。2つございます。病院に関しては引き続きこれまでのやり方も含めてやっていただけるところがあるのであれば、当然そこはお願いをさせていただくということで、これは引き続きお願いをするということになると思います。またその中にはフェーズ4でオープンをお願いしているんだけれども、早いうちから確保していく、あるいはその病棟単位でやらないとその動線が確保できないので、そこについては早めにやりたいというところも実は一部ありますので、そういったところについては前倒しでやっていただく、これらはについてはこれらの動きとまた別途動いているところであります。じゃ引き続き増床ができそうなところがあれば、そこにはお話し合いとか協力要請は引き続き並行してやっていくと、はい、そのとおりです、ね。はい、最後にすみません、埼玉市の方で
旧病棟、旧私立病院の失礼しました、埼玉市立病院の旧病棟について、知事も埼玉市長と先日お話し合いをしてですね、もしもの時にはコロナの病院として確保する用意がありますというようなお話もありました。埼玉市としては、もしもの時に備えて今年度中は解体しないで待っているというような状況なんですが、待っている間にも経費はかかるという説明も埼玉市からありました。今この、見通しのことも考慮するとですね、埼玉市にこれ以上待っていただく必要があるのか、その辺については知事としてどういうふうにお考えでいらっしゃいますか。まず事実関係として私ども待っていただいたことはございません。あれは私立病院ですから県立病院ではありませんので、私立病院としておやりになるんであれば当然これ運営としては人もいりますので一体としてやらなければいけないので、旧私立病院の運営も含めて埼玉市でこれを既存の病院機能を活用するということができると、あるいはそのためにお金もつぎ込むというようなお話があるのであれば県としても支援をしたいというふうに一貫して申し上げているところでございますので、私ども一度も待ってくれといったこともございませんし、解体してくれともちろん申すような筋合いのものでもございませんので、埼玉市さんにおかれて判断されるものだと思います。我々は支援を約束をさせていただきます。ありがとうございました。では幹事社質問に移らせていただきます。昨日菅内閣が発足をしました。新しい内閣の印象と期待についてお願いします。はい、まず菅内閣のお話をする前に、これで安倍総理が退陣をされました。安倍前首相におかれましては歴代最長となる2822日にもわたり首相を務めになられた。私埼玉県の首長にならせていただいてまだわずか1年ですけれども、それでもいろんなことがありました。そのようなことを考えるというふうに国の行政のトップとして本当に長きにわたり苦労されたというふうに思っております。ご自身のご健康の問題もあると聞いていますので、まずは心と体をお休みいただきたいというふうに申し上げさせていただきたいと思います。その上で申し上げますが、菅総理菅首相についてはすでにコメントで出させていただいたとおりでありますが、また新しく内閣が誕生をいたしました。初入閣は5人ということではありますが、麻生副首相兼財務相、茂木外務大臣など8人が留任となりました。またコロナ対応にあたってはですね、我々、現場にとっては一番やはり気になるところですけれども、加藤勝信厚生労働大臣が官房長官へ就任をされる、また失礼、西村大臣も続投されたということは、やはりコロナ対応上は大変心強いと思っていますし、また来年にはオリンピック・パラリンピックが予定されておりますけれども、橋本大臣も留任されて、これまでの延期の経緯もよくご存じでおられますので、そのあたりについては、大変我々としては、これまでの継続、あるいはぜひ強化も含めてですね、働いていけるのではないかというふうに思っています。全般的には、手堅い陣容という印象はありますが、コロナ禍をこれを機化として IT 化を一気に進めるとかですね、あるいはその縦割り行政の打破、こういったところはこういった主張については私自身大いに共感するところであって、ぜひ進めていただきたい、あるいは進めるべきだというふうに大きな期待を持っています。他方で女性が2人というのはとても寂しいかなと、安倍総理のここはぜひ女性活躍推進を掲げた安倍政権の継承をしていただきたかったところではあります。で、他方で菅総理がですね、この危機を乗り越えて国民一人一人が安心して安定した生活を取り戻すとおっしゃっておられました。ぜひそこはその通りだと思っていまして、新内閣には地方現場国民の声、これをきちんと耳を傾けていただいて、新型コロナウイルス感染症対策と経済対策、この双方に迅速かつ的確に取り組んでいただきたいと思っています。また安倍内閣で実施できなかったオリンピック・パラリンピック、あるいは北朝鮮による拉致問題、こういったところについてもリーダーシップを大いに発揮をしていただきたいと思います。患者質問について各社さん質問お願いします。違います、失礼。
よろしいでしょうか。そうしましたら、その他の質問、各社さんお願いします。よろしいでしょうか。どうぞ。朝日新聞の梅沢です。菅政権に関する問題でもあるんですが、解散総選挙のことについて知事の見方というか、思いを聞かせていただきたいと思います。菅さんは、新型コロナについて専門家が完全に下火になったというふうなことを一つの解散の目安にされるような旨の発言されていらっしゃいます。知事ご自身から見て、現在のこのコロナの感染状況、一時より今、埼玉県の感染数って減ってきていますけれども、解散をするというような時期にそぐわしいかどうか、そのあたりについてはどういうふうにご覧になってますでしょうか。もうこれも正直申し上げて、現場は手一杯ですから、我々としては解散も政治的日程は別としてもですね、とにかくそんな余裕がある状況ではありませんし、解散について、もちろん私に解散権があれば別ですけれども、考えるようなところではありません。ただお願いとして、昨日数日前にも、申し上げましたけれども、総裁に選ばれた時かな、今申し上げましたけれども、解散の権利は不満の体験として、体験として失礼、総理がお持ちではありますけれども、仮にそうなるにしても、可能な限り政治的空白をもたらさないようお願いをしたいし、私としては永田町の中のルールとしては、首相は解散について嘘をついているようにということがあるそうですが、ぜひですね、昨日の会見で新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済の両立を国民は一番望んでいるというふうに菅総理自身がおっしゃいましたので、そこはぜひ重く受け止めていただきたいというふうに私としてはお願いをしたいと思います。どうぞ。埼玉新聞新井と申します。国の GoTo イートキャンペーンについてお伺いいたします。いよいよ概要といいますか、参加店舗の受付が始まりました。県内での状況ですとか、知事のこのキャンペーンについての期待することを教えていただけますでしょうか。はい、GoTo イートキャンペーンについては、我々としても飲食サービス関係の業界に対するその新型コロナウイルス感染症の影響が大きいということから期待を寄せているところであります。すでに県内における、いわゆるその事業を行って委託するための、事業者についても、選定が終了をし、そして、10月のしかるべく、まだ日にち言っちゃいけないんでしたっけね、はいだね、はい、10月のしかるべく時期に、始まるということを、目標としてすでに準備が始まっております。この事業を安心安全な感染症対策を講じた店において進めていただくことによって、経済と感染症防止対策の両立を図れるように行政としても支援をしていきたいと思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。